今日は2023年、8月いつだっけ22ですね、今日23か23ですね。そこに23って書いてある。これはなんだっけ、スイス、スイスのジュネーブジュネーブ。いや最近ね、ちょっとね、このね、画像にね入りたくないっていう人がたくさんいて、もう撮らないでとか言われるから、もうクソめんどくさいんですよね。なんかこれジュネーブです。スイス、僕の滞在しているホテルはフランスにあります。で今車で来ました。でここに今入ってきてます。入ってきました。なんかちょっと薄暗い。ワールドドッグショー2023です。ここ歩き回っていいかな、このまま。まあ大丈夫でしょう。なんか60人いるって言ってたな。いや今来たばっかりだから、これで大丈夫だろうか。撮ってて大丈夫かな。ちょっと待って、ちょっと今日はちょっと一回止めようかな。ちょっと一回止める。あ、パピオンがいた。ちょっと待ってよ。ちょっとなんかあれがいた、これがいたとか言って撮ってるとちょっとキリがないんですよね。なんか見なきゃいけない人とところとか、会わなきゃいけない人にちょっと会えないから、ちょっと一旦止めようかな。また後でつなげます。これうわ、こっちの会場の方がすごい広かった。1番からあるのかな。1番からはないですね。30番、27、48、50ぐらいまでありますね。60があったの。うわ、ここの会場、こっちはすごい広い。びっくりするぐらい広いですよ。一桁台のリングあるのかな。一桁台のリングある。9があった。じゃあここに全部あるのかな。あ、7とかがあるから、ここに全部あるのかもしれないですね。うわ、すげえ。分かれてないですよ。全部、ほとんどのリングがここに入ってますね。このスペースの中に、このスペースの中に入ってる。ほらすごいですよ。今日本人の方かな、ちらって見たけど。だからそういうことがね、結構いっぱいあるわけですよ。毎回ではない、毎回ではないけど、結構頻繁に起きますね。なんか得したような。いやでも助けられる時あるんですよね、それによって。だから前回のじゃない、今回の、今年のその、あれ、パピオンがいた。あ、びっくりした。ただいただけだ、一頭だけ。今回のなんだっけ、ウェストミンスターですよ。今年の5月だったっけな、ウェストミンスター。いつも2月だけど、うわすげえ、このブルドーグ、ちょっと待って、今撮りたかった。クソ、撮れなかった。イングリッシュブルドッグじゃないブルドッグがいました。大きなブルドッグ、かわいい。ちょっとなんだったっけ、何の話だったっけ。あ、そうそう、ウエストミンスター、そう。何でしたっけ。全然僕もその時分かってなくて、分かってなくてっていうかね、そのね、
なんかメインのリングがね、建物の中にあったんですよ。屋外の会場だったんですけど、多分そのコロナウイルスのことでですよ、多分おそらくね、まあ、バーニーズだ。ちょっと待ってね、なんかもうややこしい、ややこしい。うわ、でかい、このバーニーズは。でかいでかいでかい。何の話でしたっけ。そうそう、ウェストミンスターで、だから建物の中にあって、そこの見たい、あ、ペギニーズだ、ペギニーズ見たかったんですよ。それでちょっとこれ撮ってて大丈夫かな、なんか会わなきゃいけない人いっぱいいるんですけど、最近その動画撮ってる時間があんまりないんですよね。ちょっと会わなきゃいけない人いっぱいいるんですよね。それで何だったっけ。そう、建物の中にあって、ペキニーズが、それでそこに入りたかったんですけど、だってそのリングは1番から何番かだったかな、なんか1番リングから何番リングかはその建物の中ですみたいに書いてあったわけですよ。それでそこに行ったんですけど、入ろうとしたら入れなかったんですよ。なんかセキュリティの人間入っちゃダメって言うから。でなんでって言ったら、この腕に輪っかを、腕になんか何ベルトみたいな、なんかバンドみたいなやつをはめてる人しか入れませんって言うんですよ。でだからそれが入場券なのかなと思ったわけですよ、僕は。それでじゃあそれどこで買ったらいいの、俺も買ってくるからって言って、それどこで手に入れたらいいのって言ったんだ。 Where can I get it? って言ったんですよ。そしたらね、向こうって言ったんですよ、その男性が。向こうで指さして向こうって言うもんだから、あ、ちょっと待って、あ、そうだ、俺ちょっと一旦休憩、一回止めます、ちょっと見なきゃいけない、絶対に。何でしたっけ。だからその何、向こうってただ言ったから、向こうってどこなんだよみたいな感じで話してたんですよ。そしたらね、なんかね、そのほら、その今回のウェストミンスターのなんかメインのなんかアナウンサーみたいな、キャスターみたいな、多分テレビで有名な人なんだと思いますよ、アメリカでは。その人が来てね、この人大丈夫よみたいな、入れてあげてみたいな感じで言われて、入れてもらったんですよ。でなんかもう、まあ、その人が言うなら仕方ないみたいな感じでその警備員もだからもうこの人が言うならしょうがないわみたいな、しょうがないわじゃない、男性だった、若い男性、20代30代かな、20代か30代、若い男性でしたね。この人が言うんだったらもうしょうがないみたいな感じで、言うこと聞かなきゃいけないみたいな雰囲気になって、入れてもらえたんですけど、入れてもらえたというか、そのなんかアナウンサーかキャスターかなんか、その女性が一緒に行こうかなんか言って、一緒にね、どっから来たのとか言って、日本ですとか言って、そのなんか一緒に行きましたよ、歩いて。で犬なんつったっけ、自分ななんつったっけ、なんか誰か中にいるのって言ったんです。そう、その建物の中に。それでまだ会ってないけどって言ったんですよ、多分誰かいると思ったから。だから、あ、まだ会ってないんだけど誰かいるって言ったんですよ。そしたらね、あ、じゃあもういいわよとか言って、もうそのだからベルトっていうか、そのリストバンドみたいなやつを取らずに、もう行こう行こうとか言って、中にもう入れてくれたんですよ。すっごい特別待遇してくれて中に入ったんですけど、あ
後で考えた時にそこはね全然もうねで行ったらねもうリングサイドなんですよ。すり鉢状になっていて観客はそのすり鉢状になっている観客席に行かなきゃいけないわけですよ。それの下のリングもうそこはもうだからハンドラーしかいないわけです。ハンドラーと犬しかいなかったんですよ。とあとなんかオーナーかなんかかな、犬のオーナー、そこに入っていって、うわ俺全然俺こんなこと望んでないのにみたいな俺ただ単に観客席に行きたかっただけなのにと思ってたんですけど、もうそこにはだからアメリカではすごい有名なハンドラーと犬たちだけがもうたくさんいて、僕はこの犬何なんだろう、僕はだから何全然無関係の人間なのにリングサイドでビデオ撮ってました。その時だからあの時なんだっけな、だからチャイニーズクレステッドとペキニーズとなんか何だったっけな、あ、イタグレか、イタグレ撮りましたよ。もうせっかくだから撮って帰ろうと思って、 俺全然超無関係の人間なのにと思いながらも、あ、入って撮りました。そのアナウンサーの女性がすごい優遇してくれました。なんでかわかんないけど、まあ別にそれは僕は何の悪意も何もなかったですよ。だからその時もやばい、ちょっと待って、ちょっともう行かなきゃやばい。